来たです。安心してな、ユーリアン。ユーリアンは絶対にうちが守る。ありがとうございます。ですが、その歩きづらいのですが。大丈夫や、こうしてうちが支えてあげるし。いえ、ですから。しかしどうするかね。結局これが駆け落ちだってことも、そいつが女だってことも言いそびれた。厄介なことに、ちょっとした一目惚れ程度と思ったら、さらにぞっこんな感じになってるし、今さら本当のことを言うのは、なんというか手遅れな感じっぽいな。いやいや、自分は何も聞いてないんだった。何も知らないし、何も見ていない。それにしても、この匂いはきついですね。下水道なのです。当然なのです。確かにそうだが、身も蓋もないな。仕方ないのです。人目につかず都を出るには、この下水道を通るのが最善なのです。この下の汚水道を通ることに比べたら、はるかにマシと考えるしかないのです。確かさらにこの下があって、そっちにはもっと汚いのが流れてるんだったな。そりゃそっちに比べりゃマシなんだろうが。なあなあ、お腹空いてないけ？一緒に食べよう思ってお弁当持ってきたんや。え、いや、それはちょっと。いやいや、待て待て、ちょっと落ち着け。ここで弁当とかありえんだろう。二人とも足元に気をつけてね。ここで転んだらちょっと目も当てられないことになるから。はい、はいです。あの、事情は分かったのですが、せめて前もって知らせていただけると。すみません、ご迷惑をおかけします。え、いえ、別にそういう意味では。ごめんね。もし本当に嫌なら言ってほしいな。さすがに無理強いはしたくないから。え、いやいやいや、そんな、別にそういう意味ではありませんから。いいのか、そういうことなら遠慮なく。いや待て、冗談だ冗談。姉様、帰りたいというのですから返してあげるべきだと思うのです。ちょうどそこに流れがあるですから、放り投げておけば流れに乗って外に出られると思うですよ。お水道に落ちてから。そうだね、そうしよっか。いや待て、やめて、シャレになってないって。さすがに冗談だけど、これに懲りたら。え、やらないですか。え、こいつ本気だ。怖え、こいつ本当に怖え。だ、大丈夫か。ありがとう、すいません。そっちは危ないから、もう少しこっちに来た方がいい。ひどい茶番を見させられてるな。どっちかな。オシトルから預かった地図によれば、次を左に行った先。うん、出口まであともう少しだね。やっとこの匂いから解放されるのか。
のですか？どうすると言われましても、都から離れるのですが。え？そうなっけ？ええ、都の外で別の護衛の方と合流する手はずになってまして、そのまますぐに。だってやばい、こっちを見てる。それがどうかしましたか？え、うん、それは大変やね。そうだ、それじゃあ一緒に。どうやらこのまま何事もなくたどり着きそうだな。言わせたらまずい。悪いが邪魔をさせてもらうぞ。ほややっとした顔のまま額に青筋浮かべるのは余計に怖いから、お前のために言ってんだ。まさかとは思う。本当についてくつもりになっているとは。当然なのです。目的地まで誰にも見つからないよう最善の進路を計算したですから。もし追っ手がいたとしても、こちらを見つけるのは難しいはずなのです。淡々と詰めている。自分の身に胸をさらしているな。ここまでの予測もできるなんて、やっぱり猫ではすごいな。それほどでもないです。現存しなくてもええのに。猫よもすごい。うん、うちが保証するよ。ところで、出口近くで待ち伏せされてたらどうするんだ？いくら人目を避けても意味ないと思うんだな。例えば、そこからわらわらと出る。わらわらと。もう、お兄さんがそんなこと言うから。お兄さん、猫やをいじめてそんなに楽しいのけ？いや、ちょっと待て、なんでそうなる？その理屈はおかしいだろう。どなたか知らないけど、私たちに何かご用かな？これはこれは、驚かせてしまいましたね。いえ、ちょっと人を探していまして。ユーリスさんという方なんですが、ご存知ありませんかね？さあ、知らないな。そうですか。それじゃあ仕方がありませんね。だったら代わりにあんたたちに相手をしてもらいましょうか。こいつら。何ですか、あなたたちは。人を探してるんじゃなかったんだ。ええ、その通りなんですがね。ただ、上玉がわざわざこんな人目のつかないところにまでやってきてくれたんだ。これをいただかねえ手はねえだろう。猫目さん、私の後ろに。つまり、ユーリを追っていた連中が現れたが、変装していたお金でバレてはいない。しかしそいつらは人さらいまみれで、結局は襲われてるってこと。なんだろうな、このモヤモヤ感。おっと、動くなよ。歯向かうのは勝手だが、傷物になりたくはねえだろ。なに、おとなしくしてりゃ可愛がってやるよ。とっくりとね。おいおい、動くなって言ったじゃねえの。男の方も持ってくとこ持ってけば高く売れるんだ。あまり手間をかけさせてくれるなよ。なんなら見せしめに一人ぐらいバラしてもいいんだからね。興味深いな。帝のお膝元であるテープ。こんな連中もいたんだ。大きくなりすぎて足元がおろそかになっているということかな。奥様。ん？ああ、大丈夫だ。ルルティエは絶対に守るから心配するな。はい。女の前でカッコつけるとは随分と余裕じゃないの。俺が君を守るってか。ほんで、どうやって守るんだ？あ？どうやっても女にも。キャッハー！この娘は俺がもらう。
畜生が。歯向かっても構わないって言ったよね。もしかして女の前で格好をつけたかったのかな。そんな甘い。本当のことを言われたくらいでムキになるなんて無粋な人たちだな。挑発するな、頼むから。まあ、しかしだ。向こうはこっちの第一角か。本来なら少しは焦るんだろうが、向こうはどう見てもその辺りをたむろしているチームだから、こっちのメンツの敵だな。っていうか、向こうがかわいそうなことになるな。しかもクローンはハトゥーのことを手だれと言ってたんだ。あのクローンならさ、嬉しさのあまり笑いを抑えられないとか、と、襲う相手が間違いだな。同情はしないよ。なあなあ、もしかしてお兄さんたち、悪もんなんけ？あ、赤かったね。この状況分かってんのか？そっか。じゃあ遠慮とかしなくてもええんやね。なんだ今の動きが見えなかった。姉様に何をするです。そしてよくも姉様の前で恥をかかせてくれたです。猫姉さん、なんだなんだこちら。ああそうだ、さっきユーリという人なんて知らないって言ったけど、うん、あれ嘘。え、はい、実はこの人があなたたちが探しているユーリさんだよ。待て、なんでわざわざバラすよな。逃げてもいいけど、あなたたちの雇い主って目的を前にオメオメと逃げ帰ったりしたあなたたちを生かしてるほど優しいのかな。それでどうするのかな。だからちょっと待て、今の一言で逃げ道を塞いだ。わざとか、くそ。後々の面倒をここで潰しておくつもりなのが、だからって護衛対象を踊りに使うか。普通こんな場合まずは安全を優先すべきだろうに。殺せ。殲滅するぞ。よし、開中。
ずは目の前の敵ね。ひとまず痛かったでしょ。クリオの息吹放ちて。無茶と勇気は違うです。炎よ、ゴミは焼却なのです。さあ行こうか。おとなしくしやがる。おまるまれ死ぬてやな。お願い皆様、無理をなさらずに。うまくいきました。うちに任せて。お邪魔にならないように。慎重に行かないと。私の出番かな。はい、これかな。痛みは抜けた。無茶と勇気は違うです。炎よ、ぼちぼちやるか。体がうずくね。行きます。お邪魔にならないように。この距離なら。どう戦おうか。ヒュッ。できることをやるです。戦の時間へ。みんなの状況は。お邪魔にならないように。お願い、皆さんのお役に。よし、落ち着いて。どうだ。距離を保つ。私の出番かな。お、待ちくたびれた。やってやるです。ぼちぼちやるか。ひまりつぶす。まだまだこれからだ。さっとこんなもんや。おとなしくしながら。忘れてんじゃねえ。もう一回行くぜ。しぶて。お邪魔にならないように。敵から。止める。最善を尽くします。うまくいきました。少年馬かな。念入りに潰したこと。みんなの状況は。
やったか。できることをやるです。憧れちゃいます。ほっとけ。それじゃあ、よう、どうやら無事だったみてえだな。ウコン、遅かったじゃねえか。心配したぜ。ああ、まあいろいろだな。っていうか、どうして兄様がここにいるですか。ん、ああ、こっちはもう一人の方の護衛をな。ユーリ、うはれい、ええ、女の人、無事だったか。どこか怪我は。大丈夫、皆さんが守ってくれたの。そうか、よかった、本当によかった。ああ、そういう姉様。え、皆さん本当にありがとうございました。皆さんが守ってくださらなければここまでたどり着くことはできませんでした。え、こちらからもお礼を。本当にありがとうございました。これからは有利と力を合わせてどんな困難にも立ち向かうつもりです。私もウハライを支え共に歩んでいきたいと思います。そうか、好きなみなセリフしか言えないが達者でな、頑張れよ。はい、アトイさん、アトイさんに励まされたこと、とても嬉しかったです。このご恩は決して忘れません。本当に本当にありがとうございました。うん、そんじゃあお二人さん、そろそろ行くか。はい、よろしくお願いします。アトイさん、皆さんもお元気で。これにて一件落着、めでたしめでたし。じゃ、帰るか。
どうした？みんなしてポカンと。あの人、思い人がいたんだ。というかあの人、女の人だったんですけど。ハック？うん。不穏な尻尾が揺れている。そして当然ながら笑っている。そしてみんなこっちをそんな目で見るのはやめてあげて。知っていたですか、お兄さん。